ジェームズ・ギルレイによる風刺画。ジョージ3世が継ぎはぎのズボンを履き、テーブルクロスをナプキンにして質素な食事を楽しむ様子が描かれている。椅子にはカバーの布がつけられ、暖炉には火の代わりに花が置かれている。節約あるいは倹約とは無駄遣いを極力なくすように努めること。行動科学においては、より長期的な目標を達成するために、 抑制して、財を取得するその傾向及び都合をつけながら、既得財を利用することと定義されている。節約は無駄を省くために行われる。日本では、家計調査、賃金賃金に関する統計など収入、支出の統計調査が行われている。消費を抑えることは、経済面だけでなく環境面においても有意義なことで、無駄を省くことは、 持続可能な開発においても重要なことである。日本では、京都議定書にのっとり、チームマイナス6%を作り、炭素排出量の節約に努めるなど、節約は、企業や国家でも行われる。また、企業において、節約を推進することは利益を多く上げるために、重要である。多くの人間が家計を気にして、節約に走ると、社会全体としては、 需要の減少となって悪影響が出る場合がある。特にこれは景気交代の際に顕著である。現在の経済学では不景気で税収が減っても政府は節約策を取らないのが常道である。節約のために割高な 3R 製品、省エネ家電商品の購入などの他に社会資本、文化資本、ソーシャルキャピタルが必要なものもあり、 相応のイニシャルコストがかかる。節約術の中には根拠がないものや合計すると支出が変わらないものもある。また、実際にはランニングコストが増加したり、故障の原因となって修理費用がかかる、寿命を縮めるなど、かえって支出が増えるものがある。節約の基本は無駄遣いをなくすことであるが、無駄な支出の整理が進むと効果は頭打ちになる。また、 貯蓄などはもともとある資本や収入以上には増えないため貧困、ワーキングプアの根本的な解決にならず、不当連売やブラック企業の温床になることもある。無理な節約による機械費用の損失や不健康、ストレスによる浪費、ポイントサービスや連売目当てで必要以上に買う、1円でも安く購入しようと、時間やウィックド、 労力を使うなどで負債が膨らむこともある。資本や資産はインフレリスクやデフレリスクなどのリスクや減価償却等で価値が上下するため、可処分所得を多くするためには自己投資や金融投資等をして収入や収入源を増やす必要がある。ありがとうございます。